スクリーンキャストのテストをですねしています。今までちょっとできなかったことは、Windows と Mac それぞれ、まあ、別々のオーサリングツールがあって、それを比較しながらとかね、それから、Windows、Mac 両方で、リリースされてるんだけども機能が違うリーディングシステムとか、そういうものをですね、OS を、まあ、瞬時に切り替えることができるので、まあ、そういった見せ方をねしていこうということで、ちょっと、ね、新しい環境を作りました。でそれの今テストをしてるんですけれども、コミックコンポーザーっていうですね、これはあのデジタルコミックのアプリを作るときに、まあページをですねそのままイメージとして見せるものが、まあ、ほとんどなんですけれども、小さい画面のスマートフォンなんかで見せるときにですね、コマをズームして見せる、まあ、日本の携帯電話のコミックっていうのはもうコマを分割してますよね。でコマ単位でオートスクロールで見せてますけども、海外のものはねどちらかというとページそのまま使ってるんですけども、やっぱりね小さいスマートフォンで見るときはコマを移動させてるんですね、オートで。でそれをどうやってオーサリングしてるかっていうと、まあ、今この画面に表示しているような、オーサリングツールを使ってるということなんですけども、まあ、こういった電子出版のですね、さまざまなオーサリングツールがあります。そういうのをですね、まあ、紹介していきたいということで、今テストしています。